皆さんどうも、ガンバーマンです。いや、皆さんどうですか、働いてますか。今日はですね、日にちの方が1月の14日ですね。いや、ガンバーマンもですね、まあ脱サラして働き始めてですね、ようやく3ヶ月と15日、3ヶ月半ぐらいが間もなく経とうとしているんですけども、まあ今日はですね、僕のまあいつもつけている売上表、売上進捗表じゃないですけど、まあそんな感じのですね、あの僕毎日ですねつけてるんですよ。で、まあそういうの、それをですね、まあ頑張るまでそういうのやってますよってことで、まあこれ初心者の方ですね、まあ僕も初心者なんで、まあ初心者としてやっていることっていうのをですね、でちょっと公開していきたいと思いますんで、皆さん最後までご視聴のほどよろしくお願いします。というわけでですね、今日は、ガンバルマンの売上表を、公開していきたいと思います。はい。まず、まあ初心者の方ですね、まあ僕も初心者として、これは、やってることでして、まあ何のためにこれやってるかっていうとですね、日々働いていく中でその日いくら売り上げたのかどういう働き方をしたのか、あと、まあ、現時点で、まあ、どれだけの、売り上げが上がっているのかとか、僕はそういうのをですね、常に一応意識して、仕事をするようにしてるんですよね。まあ、皆さんもね、まあ、やられてる方とか、やられてない方とか、いるかとは思います。で、まあ、人によってね、やり方もね、その売上表の、記載の仕方とかも、変わってくると思うんですよね。なんで、まあ今日はまあガンバルマンがやっていることっていうことで、まあ参考程度にちょっと見てもらえればなと思います。別にね、別にこれ全然ダメだっていう人もいると思うんですけど、まあそれはそれでね、まあ、自分のやりやすいように僕はやっているだけなんで、今日はちょっとそういうのをね、僕がやっているのを公開していきますんで、で今回お見せするのが、12月にの分の売上表っていうのを公開します。はい。ちょっとねこれ見せるの恥ずかしいんですけど、ちょっと迷ったんですよね。自分の売上のねあれを見せるのはどうかなと思って、でまあね、ちょっと参考程度に見てもらえたらなと思いますんで、はい。で僕が、やってるのがこういうやつですね。こういうのを僕パソコンで作って入力していってるんですよ。見えますかね。ここに品目別というか売上、これまあマジックで塗ってるんですよ。まあここは僕の直受けの案件なんで、まあ会社名なんかを閉じてるんですけど、とかあとまあウーバーイーツ、キックゴー、出前ガンとかね。アマゾンフレックス全然やってないですけど、あとこのその他っていうのはまあ僕のあれですね、定期の宅配のやつなんですけど、でこんな感じで僕は日々こうやって入力していってるんですよ。で
端っこにこの合計金額をですね毎日こう出していくようにしてるんですよ。でちなみにこれはあのパソコンに入力しているもので、15日15日でこう分けて僕は入力していってます。はい。で最初ね、僕1ヶ月目の時は30日で1万円にしてたんですよ。したらすごいねこれが字がちっちゃくなって見にくいなと思ったんですよ。やっぱり見やすくしようと思って一応2枚に15日15日で分けて入力するようにしました。でこの入力もですね、なんていうかな、1週間に1回まとめて入力してます。で普段はこれですね、こうやって手書き、わかります？こう、これ手書きのを僕の場合はこうやって、これまあバインダー、これちょっとあれなんですけど、こうバインダーに挟んで車にいつも乗っけてるんですよ、こうやって。で毎日仕事を最後にですね、車降りるときにこう書いていくんですよ、バーって。今日これがいくらだった。これがいくらだった、これいくらだったってこう書いていくんですよ。で、1週間に1回これを自宅の方に持ち帰って1週間分をこれに入力していってるっていう感じですね。はい。で、あとまあこれ見たら分かるんですけど、一応走行距離ですね、その日まず車に乗った時に走行距離を書いて、あと一番最後に何キロだったかっていうので、さでこう高速料金って書いて、これちょっと間違いですね、走行距離なんですよ、これちょっと訂正するんですけど、走行距離ですね、ここが全部で、その月の合計がここに出るようにしてるんですよ。ここにですね。はい。ね、これで言うと12月は、これ見たら分かるんですけど、ピックゴーをずっとやってた、ピックゴーじゃない、ウーバーイーツやってたんですよね。で途中で僕ほら出前館の業務委託を始めたって言ったじゃないですか。やり始めたのがこの14日これですね。ここから僕やり始めたんですよ。やり始めて急にもウーバーイーツをほとんどやんなくなったんですよね。でこれ見たら分かるんですよ、出前館もバーってやってますよね。はい、これは僕の出前館の直受けっていうんですかね、業務委託のやつですね、これは。はい。結構やってるでしょ。ねえ。あと、まあ、休んだ日、12月は2日間、2日間僕休んでるんですよね。21日と26日、丸々。あと、そうですね。これ確か半休の日が3日ぐらいあったって確か言ったじゃないですか、動画で。あの日がまあこういうところですよね。あと半休だって休んだのがまあこういうところとか、もうすぐ数時間でやめたんです、こういうところも数時間で。お1うん、やっぱ2日だね、休み、うん、っていう感じで僕は毎月こういうのを、入力していってます。でなんで本当にこういうことやるかっていうとですね、まず僕ら個人事業主っていうのはですよ、やっぱり個人でやってるんで、上司もいないし部下もいないわけで、なんかダメなとこがあって指摘する人もいないわけですよね。
で、やっぱり自分でこういうのは管理しないと、誰も言ってくれないんですよね。で、なんとなく働いて、なんとなくの売り上げになっていくっていうことになってしまうかなと僕は思うんですよ。で、やっぱ以前のサラリーマンの時はですね、やっぱり、上司がいて、日々ね、売上目標の金額があって、で、それにね、達成しなかったらなんでこうなったんだとか、原因はなんだとか、今後これはどうやっていくんだとか、そういうのをですね、もう言ってくれる人がいないわけですよね。個人事業主になったら。はい。で、僕はね、やっぱりね、そういうのがやっぱりちょっと、やっぱ、自分に甘い人間なんで、頑張るままですね。だから、一応、こういうのを作ることによって、自分のもうモチベーションだったり、また日々の売り上げの管理っていうのをしっかりやってですね、やっていくようにしてます。で、まあ、前お伝えしたと思うんですけど、僕休みの方を毎週金曜日って僕決めて休んでたんですよ。で、それでやってたんですけど、今毎週金曜日っていうのはもうやめたんですよね。これなんでかっていうと、やっぱり、フリーランスの人ってやっぱりこう売り上げが安定せず、こう波があるじゃないですか。そういう中で固定で休みを入れるとですね、なんかこううまくいかないなって僕は、まあ、3ヶ月やってて思ったんですよ。なんで、例えばこういうのをつけることによって、あ、今これだけの売り上げが立っていると、目標に対してこれだけ来ていると、達成率が何パーセントだなみたいな、で、そういう状況を見ながら、ちょっとここで一回休み入れていいかなって思って休みを入れてます。当然ね、稼げてない時に休んでたらね、ダメじゃないですか。個人事業主って働かないとお金入ってこないわけなんで、で、そういう時は売り上げ見て、あ、ちょっとまだ頑張ろうっていう感じで、まあ、その日のその日のこう状況を見ながら休みを決めるようにしています。あと、まあ、家族と相談して、まあ、家族からね、この日休んでほしいとかいう要望があれば、またそれに合わせて休むんで、それに合わせたこう働き方っていう、あの日休むんで、ちょっとこの辺もうちょっと夜遅くなってもいいんで頑張ろうみたいな、そういう調整を自分でするようにしてます。これ売上なんかもね、こうやって1日1日のね、売上こう書いてるんですけど、まあ、1万7千円とか、まあ、2万6千円ぐらい売上の時もあるんですけどね、こう1万円とか、まあ、こういうのもね、見ながら、あ、この間こんだけ売り上げたから今日はちょっと途中で切り上げて、今日は帰ってね、家族サービスでもしようかみたいな、そんな感じで調整していってます。まあ、なんでですね、僕が意識していることっていうのは、まあ、先ほども言ったようにですね、個人事業主はやはり自分で全てを管理しないとダメだっていうふうに思っているので、ね、もう周りに言ってくれる人がいないということなんで、僕のその、まあ、モチベーションというか管理というか、僕はこういうので全てを管理するように今のところしてます。で、今のところね、これでなんか、まあ、そこそこね、なんか仕事のリズムっていうのができてるかなと、なんとなくですね、まだやり始めたばっかりなんで、まあ、これね、当然やりながらまたいろいろ改良していこうとは思ってるんですけど、本当はですね、僕パソコン上ではここの売上の横にですね、目標達成率、日々のですね、売上目標の金額を設定して、それによって、売上を入れると達成率何パーセントってこう入るようにもしてる欄があるんですよ。で、それも印刷するのあれなんで、分けてるんですけど、そういう項目をつけてます。そういう達成率なんかもね、見れば
1週間に1回見てるんですけど、また違ってくると思うんですよね。はい、というわけでですね、そんな感じで、まあ私はこういうことをやっているんで、まあちょっと僕はやってみていいなと思ったんで、ちょっと紹介するっていう形の動画に今回はなりました。はい。あと一つちょっとお知らせというか、まあ僕のことなんですけど、以前ちょっと動画で言ったんですけど、ここのですね、僕の定期の宅配のやつ、エスカワ警備員さんのお仕事なんですけど、これですね、一応1月いっぱいで一応辞めることにしてますんで、ここは1月2月からですね、ここはなくなります。はい、だいたいね月10万ぐらいの売り上げだったんですけど、でこれなんで辞めるかっていうと、僕のこの直受けの案件ですね、ちょっとねここの案件をやる上でこの定期のお仕事がすごくね、なんていうんですかね、仕事、なんていうんだろうな、これ週3回入ってるって言ったじゃないですか。で実はその直受けの案件の会社さんから、その3日間も本当はねお願いしたいんだみたいなことを、ずっと言われてたんですよ。でもね僕もちょっと宅配の方もやりたかったんでですね、ずっとちょっとこう濁して逃げてたんですけどでもねまあ一応ちょっとある程度直受けの案件の頻度も上げていかないと、なんていうんですかね、一応直受けの会社さんとの信頼っていうのがちょっとこう崩れてくるのかなってちょっと体感的に思ったんで、やっぱりもう少しねちょっと直受けの案件の方できるようにと思って、1月いっぱいでですねとりあえず、宅配の方やめて定期のですねでやっていこうかなみたいな風に今思っております。はい、はい、というわけでですね、今日はですね、頑張るマンの、売上表公開ということでやってきました。はい、まあこれが正解かどうかわからないんですが、ね、あいいなって思った方はですねぜひやってみてください。はい、まあ僕的にはすごくねこれやっててよかったなっていう感じがします。まあこういうのつけることによってねまた1年間のデータとして残していけるんで、また今度1年経ったまた2週目に入った時ですね、来年またこういうのを見返すことによって、あの時は去年の今日はこういう働き方をしてたなっていうでね、いろいろなねこう参考になると思いますんで、やっぱりデータっていうのは残していくのも大事だと思いますんで、まあ、これもね自分でやらないと誰も言ってくれないんでですね、しっかりねそういうのは自分で管理していこうかなと思っております。はい、じゃあ一応今日はこんな感じで動画の方は終わりたいと思います。はい、また、まだですねチャンネル登録されていない方、はたまたですね、今日初めて見たよって言われてる方はですね、こんな感じでですね、まあ、僕が、ね、脱サラして、初心者でね、やっていく中でいろいろね、なんか感じたこととかを喋ってますんで、興味のある方はぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。それじゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回の動画で。それじゃあ、